西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反抗作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。2B さん、聞こえますか？これで問題ありませんか？ありがとうございます。俺、自爆許可の項目僕が設定してもいい？ダメですよ。OK です。いざという時は身を挺して設定が終わったら。確かに自爆するのは嫌ですよね。規則では自爆機能は必須ですけど、司令官には黙っておきます。おはようございます。9S司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう、心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S なんでしょう？継承はいらない。え？私の名前に3はつけなくていい。はい、わかりました。そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。2B さん、いや 2B。 データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。ああ、2B か。メンテナンスは終わったのか？はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅。あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが、任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し、情報収集をしてくれ。あれ？レジスタンスとの連絡役には、別のヨルハ部隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて、現地調査を頼みたい。了解しました。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。でもどうして 2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか？現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。2B さん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。行ユニットの降下地点を設定しました。レジスタンスのキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解。頑張ってくださいね。目標地点を確認。マップにマーク。推奨。目標地点への移動。情報によるとこの付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。アクセスポイントに通信障害。バンカーよりマップデータを入手。システムメニュー上で表示可能。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体分かればいい。意外とたくましいですね、2B は。開始。捕獲終了。釣りを開始。反応終了。開始。捕獲失敗。終了。予測。当該地帯の敵による通信妨害。中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、人類大規模植物の巨大化現象を確認。ふん、でっかいイノシシとかいたりして。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。あれ 2B のことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター 6O より 2B さんへ、定期連絡の時間です。こちら 2B、異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかなーなんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2B さんらしいですね。それではまた。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認。しかも適正反応があります。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスはヨルハ部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから文句を言わない。はーい。